fucking self till you're on your knees. Put my gun in your mouth. I will never give up. Couldn't pay me enough. Come fucking with us. We will call your bluff. Till I can't go on. Till my end is near. Till I'm in my grave. I will show no fear. When my enemies come, I'll be dropping the best. I will never relent. I go till I collapse. この試合は 46.8kg 以下契約で行われます。3分3ラウンドの一戦です。黒いコスチューム大室直子、そしてピンクのコスチュームが幸です。まあ、両選手など本来の階級が違うので契約体重という形になりましたね。はい、はい、大室選手がフライ級、幸選手のはバンタム級ですね。そうですね、はい。まあ、そしてこのバルキリーといえば大室がまあ本拠地なわけなんですけども、はい、旗揚げ戦では玉田康子と対戦してドローという結果に終わりました。そうですね、まあ、これね、早くからこうパウンダ女子ならパウンダリルールですね、試合も練習もしてきましたし、まあ、金網参戦も早くから希望した選手で、まあ、経験は、ね、非常に豊富なんですけどね。はい、はい。まあ、その旗揚げ戦で結果が出なかっただけに、はい、今日はしっかりとこれ勝ちをもぎ取りたいところですね。そうですね。まあ、幸選手はですね、旗揚げ戦といえばジュエルスの方の旗揚げ戦に参戦してるんですよね。同じこの昨年の11月に2つのイベントが立ち上がったんですよね。はい、そうですね。まあ、そういった意味ではね、ジュエルス対バルキリーじゃないですけど、そういった匂いもするカードですよね。あ、そうですね。はい、まあ、その幸はですね、辻岡がいるアングラーに、まあ、長期の出稽古中だということで、はい、かなりこのスキルアップが期待されますよね。そうですね。まあ、ジュエルスの旗揚げ戦ではね、いい勝ち方しましたし、はいはい、まあ、このベテランの大室選手相手にどう戦うかですね。そうですね、はい。大室選手はサウスポーで普段から左ミドルをですね、主軸にして試合を作っていく選手なんですけども、はいはい、この試合ではそんなに左ミドル出さないですね。そうですね、はい、いつも結構序盤から出していくんですけど、はい、どちらかというと左ミドルをフェイントにしてパンチにされている感じがしますね。はいはい、まあ、一瞬この腰をひねるような素振りを見せるんですけども、まあね、やっぱ幸選手も十分左ミドルっていうのは警戒してるでしょうからね。はい、はい、まあ、サウスポー対オーソドックスなんで左ミドル来たらおそらく突っ込んで右ストレート、リーチってありますからね。そうですね、はい、そういった意味で幸選手の方がその蹴りに対しては有利かもしれないですね。はい、右も入りますね、さっきから。そうですね、はい、あ、右のパンチ入りました、幸。こうやって向かい合うとやはりこの身長差というのを感じます。押し込んでいきました、金網に押し込んできます、幸。ここからテイクダウンを狙っていくのか、うん、膝を使います。来ましたね、来ましたね、膝。パンチ取れんだ、パンチ取れんだ、そして膝、膝、そしてパンチ取れんだ、レフリーが止めた。大室直子、大室直子快勝です。熊久保さん、はい、膝ですかね、ポイントは。おそらく幸選手が組んでたテーブルに移行したときにですね、ボディへの意識があまりなかったんですね。はい、そこでレバーにですね、もうぐさっと入ってた感じですね、左が。はい、まあ、その動きが止まったところ、あ、もう一度見てみましょう。これはもう決まった後ですね。そうですね、はい、完全にボディ効いちゃったんですね。はい、